ドラフト2024社会人独立の漏れを見逃すな一発。フェードロー野球チャンネル。我々フェードロー野球チャンネルは年内チャンネル登録者数5万人目指しております。ぜひチャンネル登録お願いします。カズさん、はい、本題に入る前にですね、うん、10月27日のトークイベント、はい、おかげさまで座席数枚となりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、で、当日券なんですが、はい、出ない予定となっております。はい、はい、一応設定はしていたんですけども、はい、皆様にたくさん買っていただきまして、はい、はい、なので、ご検討中の方お早めにお買い求めいただけると幸いです。はい、すいません、お願いします。ということでね、はい、モンデーさん、まあ、ドラフトも近づいてきましたけども、本当よ、昨日はモンデーさんがね、うん、高校生、大学生の、うん、最終チェック、うん、ですよね、をやってくれましたけども、うん、まあやっぱりいい選手まだいるよと。もういないだろう。いや、まあね、社会人独立リーグなんですけども、やっぱりここに来てね、アピールしてきてる選手なんかもいますし、まあやっぱりこの社会人野手っていうのは非常に難しいですよね。そうね。まあ投手もか、この順位で来るかっていうね、去年の巨人なんかは特に感じましたけど、それが今年他の球団やってくる可能性はゼロじゃないんでね、これはもう今日ね、漏れがないように名前出していきたいなと。尿漏れ。独立合わせて9名、うん、厳選したね。厳選しました。そうなるか。そうですね。ではまず社会人枠からいきましょうか。はい、社会人枠なんですが、投手ね、僕らのねシミュレーションでもよく出てくる、うん、吉田投手、井原投手、武田投手なんかね、うん、含めて、まあ、あとは庄司投手、うん、佐藤アレン投手、僕ら触ってるの西村大賀投手、佐田元投手、和尚投手、木下投手とかは触ってるんですけどね。これ以外来たらもう外れですから。いや、もう恥だよね。恥ですよ。もうそれはないくりしろということで、うん、まず一人目、日鉄ステンレスの江原投手でございますね。これ触ってたかもしれないな。いや、多分触ってないと思う。触ってないですか。うん、186cm、93kg、体マックス 157kg の救援右腕でございますね。まあ、国学院大から進んだということですけども、まあ、2年目今年はね、JR 西日本で、都市対抗出てます。すごいね、東京ドームでマックス153キロ出してるんで、うん、プロの球場に出してるんでね、まあまあその数字はある程度信用になるんかなというのと、近々の選手権予選、うん、で倉敷ではあるんですけども、ここでマックス157キロに更新したんです。だから近々で成長を見せてるっていう投手ではあるんですよね。で今年のね24年の公式戦の防御率が 2.81、で奪三振率は 9.00 で四死球率が 3.94 というところで、そこだな。この救援投手、やっぱり制球も生命線というところで、これはプロをどう評価するか、うん、スカウトコメントはこの時点でないわけなんですよね。ただこういう選手をバッと行ったりもするわけですよ、救援に困ってる球団はね。まあ、今回まあ157キロ出してる実績あるんで、うん、ご紹介をさせていただいたという形でございますね。やっぱり制球力っていうのは、まあ、見るだろうなというのはあるんですよね。難しいな。そうなんだよ。3点台ではあるけどね、これをどう見るかっていうね、プロが、まあ、こういう選手をちょっと注目していかないといけないなという感じですね。でこのピッチャー触ったことあるかもしれないですね、モンデーさん。ヤマハの澤山投手でございますね。は触ってたけど、ね、そうだね。掛川西からね、高卒3年目、そうだね、187cm、93kg、左腕でございますけども、まあ、マックス 148kg というところなんですけども、まあ、24年の公式ではね、防御率 4.86、で、奪三振率は 10.26、四死球率は 3.78 という成績なんですよね。まあ、なかなかピリッとはしてないんですけど、ただまあこのピッチャー高卒3年目なんで、このポテンシャルを信じてね、まあ、他の、ね、投手と引きを取らないなと、社会人投手とそういう評価であるならば、未来の将来枠で獲得する球団はやっぱりゼロじゃないし、名前は上がるんですよね。なので、まあ名前が上がってる以上ね、ちょっとこの時点で触っとかないとなというチョイスでございますね。まあ、だから大学4年生とかと天秤かけられて、そうだね、かな、そこら辺でどうかなという感じでございますね。ではね、続いてなんですが、これもね、なかなかロマン枠ではあるんですけどもね、東邦ガスの大石投手でございますね。これ近畿大から進んだんですが、178cm、95kg、
マックス150キロまで伸ばしました。サワンでございますね、こちらも今年の5月23日に更新と、マックスは今年成長を見せたピッチャーでありますけども、大石投手はね、まあ先発サワンなんですよ、長いイニングをしっかり投げてるピッチャーなんで、これはね、まあプロからしたらやっぱり先発欲しいところはね、まあプラス要素ではあります、長いイニングを投げれるっていうのはもう立証されてると。年対抗の予選で完封勝利なので、いい時めっちゃいいんですよ、で四死球率もそこまで悪くない、ピッチャーなんで、この先発左腕っていうところで、指名かけてくる球団が、まあ、もう大学生いないよっていうところでね、あるかなというところで、この大石選手出させてもらいましたね、まあ、4位5位ですね。ちょっと取りきれなかったなっていうところがいく感じかな、ね、ただ長いに投げてるっていうのはこれね、やっぱり社会人珍しいっちゃ珍しい、確かにね、そうなんですよね、そこら辺を評価する球団はあるかもしれないなという感じでございますね、で救援が足りない球団、ぜひこのピッチャー注目してください。西武ガスの林田投手でございます、ね、林田投手ね、これはあの津久見高校という高校から、行きまして、高卒3年目の選手でございますけども、170センチ78キロ、ちょっとあんまり上背はない方ですよね、プロ野球だと ね、ただねマックスは155キロ、これはやっぱり上背なくてこれだけ出力あるっていうのは魅力的ですよね。そうだね、山本拓海投手のようなピッチャーなのかな。あぶねえ、俺言おうとしてた、あぶねえ、言うかもしれんと思って言わんかったよ俺は。あなたなら絶対言ったと思って山本拓海選手みたいだね。俺は言わなかったんだよ。これはね、24年の公式戦が防御率 1.20、で奪三振率 6.60、四死球率 3.60 っていうところで、まあ救援投手にしては奪三振能力はちょっとまだ低いかなと。なのでフィニッシュボールがおそらくまだ、足りてない、っていう段階ではあると思うんですけども、この球速とあとアンダー23日本代表なんで、大きいね、大きいですよ、この世代のやっぱりナンバーワンプレイヤーの一人なんでね、ここら辺を評価してね、で防御率もやっぱりまとめてはいるんで、この辺りの数字とピッチング内容でどう評価してくるか、NPB がですね、オリックスだね。あーいいよね、オリックスも全あんま上手に関係ないですよね、関係ないからね、オリックスは、オリックスだね、オリックスの6位だね、6位、林田優斗。ああもう決まったね、決まったね、じゃあ名前上げといてよかった、上げといてよかった、そうなんです。なので、ね、今年はねやっぱりこのアンダー23っていうのは社会人選手だけで構成されましたから、このアンダー23の選手がどれだけプロに入るのかっていうのも、一つの見どころではあるなという感じでございますね。でピッチャー以上おね、まあ、やっぱりね、門田さんはもう出してた、もうほとんどね、そうよ、ああもう余すことなく数日前にこれもね、もう重箱いちいち確認が大変だったんですから、これもう出したっけっていう、早稲田の日本史、ああホント、出してますってまあ当ててたかって、いや嬉しいね野手いきましょう、野手もねこの選手もだ、まあ一人目は大西蓮選手でございますね、JR 東日本履正社から行った高卒4年目の選手でございますけども、183センチ88キロ、右投げ右打ち、まあ貴重な右打ちのバッターですよね。でこの選手 何がいいってね、やっぱり大舞台で結果残してんだよ、都市対抗で2打席連続ホームラン、で昨年まではこのね JR 東日本の4番を務めたというところと、まああとポジションがファーストサードホットコーナーなんでね、いいんだよ、ああ強打の打てるなら取っとけ、そうショートじゃなくていいからね、いいんだよ、いいからね、それぐらい今投稿立てですから、日本のプロ野球っていうのは、なのでまあこの選手もこの大舞台での活躍と強打のホットコーナーっていうところで、即戦ラインでいきたいなっていう球団は評価するしてるんではないかなという選手でございますね。そしてこの選手はもう絶対出してますね、ヤマハの相葉選手ですね、まあ去年から出してたかな、そうだね、静岡高校の今年4年目になりますんで、もう去年から、対象選手ではあったと、そうだね、178センチ76キロ、右投げ右打ち、でショートの選手ですね、まあ相葉選手のやっぱりストロングポイントってのは守備力なんだよね、で昨年はプロの調査書が5球団届いて、指名漏れというところだったんですが、この相葉選手も大舞台でしっかり、活躍しました、アンダー23代表戦で、しっかり活躍したというところで、まあ守備力はもう問題ないと、で、ああじゃあ打撃能力はやっとここまで来たなっていう評価だったら、やっぱり相葉選手も今年は指名がねある可能性が十分に考えられる選手なのかなというところで、今回名前挙げさせてもらいます。そうだな、社会人な、そうなんだよ、社会人ほんと難しいんだよね、数字じゃないんだよね正直、なので候補になる選手をどんどん上げて、この枠に入るかなっていうもうシミュレーションするしかないんですけど、
まあ、相葉選手も十分ね、ありそうだなっていうふうに僕は感じました。まあねまあ、去年からね、うん、頑張ってたからね。ね。そして、東京ガスの中尾雄介選手ですね。こちら日大から行きまして2年目の選手ですけども、173センチ、75キロ。そこまでね、やっぱりあんまり体大きくないんですけど、右投げ右打ち。で、外野手。なんせこの選手は足が速い。うん、足が速くてあとは打撃かなと言われてたんですが、今年ね静岡大会2打席連続都市対抗では3盗塁と打撃成績上がったことでやっぱり自慢の足も使える機会が増えてるんですよね、うん、なのでこの選手は非常に攻撃面で今年アピールをした、うん、しかもセンターを守ってますんで俊足系の選手ですよ ね、 ね、うん、これ守備と走塁は問題ないという打撃を評価してる球団だったら、まあ、行くんだろうということで今回名前を挙げさせてもらいました、うん、以上社会人7名でございますね。まあそれぞれやっぱり社会人一芸だったりねいう選手もやっぱりいますんで、うんうん、そういう選手が指名かかるかどうか注目でございますね、うん、では独立リーグ行きましょうか。独立もう独立リーグなんかね1ヶ月前にモンデンスが投手園野手園でね2日連続でやられちゃってるんでほとんどもういない。正直この企画をやろうもう果たしたんですけどこのただその中でもね、うん、ここでここに来てあ確かになっていうね選手がいたんですよ。かかるかもしれないなと。投手はね正直もうモンデンさん出してたのもほとんど、うん、基本的には徳島のやっぱり工藤選手川口選手中込選手あたりがまあ川口選手中込選手かな、ね、僕は2人かな、ね、注目かなというところであるんですけど、だ今回投手はなしと、うん、野手です。キャッチャー町田選手ですね。埼玉武蔵ヒートベアーズ21歳186センチ88キロ右投げ右打ちということで打てる星です、うん、BC リーグでございますけども3割2分3厘、5本塁打37打点とで西武との交流戦では、ツーベース2本っていうね活躍を見せてという選手なんですけども、まあ、やっぱり今年ね捕手特にちょっと高校生以外のそうだね保守の候補っていうのが非常に少ないんじゃないかと言われている年代ではございますよね。そんな中で独立リーグでここまで打ってるキャッチャーがいるならばというところでこれ支配下にポンと上がる可能性はあるなというふうに思ってね今回、うん、そうね、まあ、実際ねこういう記事も出たんですよ、うん、あの強打の保守独立にもいますっていうね、うん、保守がやっぱり候補が少ない分こういう選手にも今年もしかしたら白羽の矢が立つ可能性があるなと、うんいうふうに思いまして紹介させていただきました、うんうんうん、であと一人ね僕らこの選手はねやっぱり固くなってるかね触ってこなかったんですよ。誰だろうオイシックスの知念選手だね。あまあ確かにな、181センチ75キロ24歳なんです今年齢がね、で左投げ左打ち、ただ今年のイースタンに参加したチームでございますけども111試合に出まして3割2分3厘4本塁打39打点12盗塁でイースタンの首位打者を獲得しました。イースタンの首位打者がどれだけいるかっていうね、いうところなんですけども、まあ、基本的にはネックになるのは年齢なんだろうというところですよね。そうだね。ただ一軍のね、種市投手とか一軍レベルのピッチャーもしっかり打ってきてるわけなんですよ。そういう意味ではこの知念選手がドラフトにかかんないようだとこの新規加入の、ね、2球団っていうのはう、ね、じゃどうすりゃいいのという状況にはなり得ますんで、まあ、あと、まあ、間近でね見てる東イースタンのチームですよね、うん、っていうのは知念選手も間近で見てるわけなんでね、どうなるんだろうね。これ独立以上に難しいよね。今年からだからね、うんうん、なのでまあこのやっぱり知念選手が指名かかるかどうかっていうのはこの今後のねこの2球団の選手補強にもかかりますよね。あこの球団行けばプロになる可能性があるっていうね、うん、そう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  LBB 全体で見たら指名かかるべき、ね、うん、そうなんだよねと思うんだけど、まあ、どう判断するか各球団がとこれはちょっと目を離せないなっていうね。まあ僕はどちらかというと楽しみな方が大きい。どっかね取ってくれて、ね、バリバリもう2軍レベルでやるっていうのは分かってる状態なんでね、まあそういうアドバンテージというですね以上9名今日紹介させていただきました。まあねもうどんだけ漏れをねこうやって穴埋めてもね漏れてしまうっていうのがまあドラフト会議なんですけども、そうだね、うん、まあただ今年はもうね去年までに比べたらだいぶ穴埋めたんじゃないですか。やったと思うよ、ね、もう時期かけてやりましたから直前だけじゃなくてね、うん、あのねあのアーカイブというか、うん、ドラフト2024っていう、はい、ところにね我々のこの1年間の、はい、足跡がありますんで確かに、ね、見ていただければあの本番までに見ていただけると幸いでございますね、うん、はい、うん、ということで海田さんが社会人独立漏れ防止してくれました、はい、皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。
おしっこしたい。あ、本当まだまだ終わってない。本当さん。ああ、栄冠はフェドローに輝く。ゴロある。チャンネル登録お願いします。